おかしなこともあるもんだ。月が二つに割れて見える。いや三日やだな。いやいやいや次やどっち。風はどこから吹いてくるものなのか。風は南の方から吹いてくるものなのだろうか。それとも風は人の意識をすり抜けて遠い記憶の妖精から絞り出る叫び声のようなものなのだろうか。それにしてもいつからだろうか、人の気配が重ね合うときに名付けようのない空気の揺らぎにはっきりと自分のある一部がこうしているという。そしてあれはいつの頃のことだろうか。幼い私は父の手に引かれて長い夜道を歩いていた。初夏だというのにまだ肌寒く、薄緑色の稲穂がぼんやりと朝霧の中に浮かんでいる。突然姿を現した黒い大きな馬には着飾った少女が乗っていた。少女は顔にお白いをかぶり、まるで人形のようにただ動かずに遠くを見つめていた。
朝も早がベッド箱下げで過去が良いも楽じゃない、てんてこてん俺だけな、こっちゃ死んでも俺だけなが、てんてこてん。朝も早がら弁当箱下げて、学校が良いも楽じゃない、てんてこてん。かっこやげで宿舎焼けでこっちをこれらで死ねばいい、てんてこてん。
からお空を眺めてみたい Hey honey baby Ooh babyお金が欲しい。赤い目で来た姉ちゃんが欲しい。
俺はいつも考えた。俺はいつも考えていた。俺はいつも考えた。俺はいつも考えていた。流れる雲は千年の癖、込み上げる証しを計算も見た。Thank you.